とへこんであるな。そんなに敵は手ごわかったか。念を使える奴がいた。今まで会った誰よりも薄気味悪いオーラだった。兄貴より、密かより、自分で念を覚えてみてよくわかる。あんたたちもすごく強い。それでもあいつに勝てる気がしない。人は得体の知れないものに出会うと、それを過大に評価するものです。君は今一種のパニック状態に陥っている。あとは私たちに任せて、ゆっくりベッドで休むことですよ。言ってることは俺と一緒じゃねえかよ、ノブ。坊主、念使い同士の戦いに勝ち目なんて言ってる時点でお前はずれてるんだよ。相手の能力がどんなものかわからないのが普通。ほんの一瞬の緩み、ひるみが一発逆転の致命傷になる。一見したオーラの総量が多い少ないなんて気休めにもならねえ。勝敗なんてたゆたってて当たり前。それが念での戦闘だが、それでも 100% 勝つ気でやる。それが念使いの気概ってもんさ。相手のオーラに蹴落され、逃げた時点でお前は失格、敗者以下だ。もらう。もういい。